待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず目型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。まとめて相手してやる。だ、苦戦してやがるのか。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガタ。逃した。なんで。みんな、一体、作戦は。失敗した。今は休んで。もうじき壁に着くから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。ごめん。
エレン、耐えて。うわっ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。